はい、どうも JB です。本日もプロスピエスやっていきたいと思います。はい、ということで本日なんですが、更新来ておりまして、イベントプロスピコロシアムの事前エントリーが始まりました。以前来ていたものはコーダ王で、今回はチョーダ王がているような形ですね。1月9日の、15時の更新から来るイベントとなっておりますので、1月9日の12時59分までが事前エントリー期間となっておりますので、ぜひとも事前エントリーしっかりやっておいてください。また別の動画でこの攻略動画っていうのを上げていこうかなと思っております。でさらに本日から始まりましたプロスピエスチャンピオンシップスピちゃんですね、スピちゃんの2023シーズンオンライン予選が始まっております。こちらリアタイのイベントというのか大会で、結構ガチ中のガチ、モサ中のモサの方が、めちゃくちゃやりまくるイベントとはなってるんですが、ちょっとこちら見ていきましょうかね。大会ルールとなっておりまして、3イニングマッチの特別延長1イニングで、超高速フェードでクラウンスタジアムでの、試合となっております。エントリー条件としましては、プレイヤー条件無制限、オーダー条件も無制限。ただサムライジャパン、2006-2009 日本代表選手で、この前のダルセレの代表ユニフォームのダルさんは使えないって言ったような縛りがあるような形で、それ以外はオールオッケーっていうような形です。このスピちゃんの、オンライン予選なんですが、こっちを見ていきますと、このオンライン予選で勝った、上位の方、東西分かれて16名16名がブロック大会に参加でき、でそこから各8名8名が、ファイナルに進ん でさらに2名2名選ばれて決勝大会に進むことができるっていうような大会となっております。今回かなり厳しいですね。でこちらは今後来る最強決定戦にはなるんですが、この決勝大会とかに出れるぐらいの選手になりますと、今選手名鑑のところで見ることができるこの特別背景、スピちゃんの特別背景の選択契約書が、 S ランク選択契約書が手に入れることができるっていうような大会となっております。現状この各球団のスペシャルレアリティのところに一人ずつ追加されているような形なんですが、これはもうスピちゃんの大会を勝たなきゃもらえない選手となっております。で、通常 S ランクと能力っていうのは特に変わりはしないんですが、かっこいい背景が追加されているっていうような形となっております。正直これを持ってる方っていうのは相当な猛者ですね。猛者中の猛者っていう形となっております。まあ、今回追加された中でちょっとまだ追加されてないオリックスの森選手ですね、森友哉選手が追加されているということですので、森選手はこのミート78、パワー77、総力73がシリーズ2の通常 S ランクで出てくるというような形ですね。現状まだ出てきてなかったんで、これが新しい情報なのかなっていう形ですね。で、捕手が消えてプルヒッターがついたっていう形ですね。まあどっちがいいか、難しいところっすね。今シーズンライトで出場することもあったんで、捕手っていうよりかは打者的な能力になってるっていう形ですかね。といったような形で更新の内容がちょこっと来ておりましたので、本日の動画なんですが、もうサムネタイトル見てもらって、勘のいい方だったらわかると思うんですが、誰でも無料で S ランク自チーム契約書と S ランク確率 30% 契約書を手に入れる方法をお話ししていこうかなと思っております。どっからその無料で S ランク自チーム契約書と30% 契約書手に入れるのかと言いますと、このデイリーミッションのところから、パワースピポイントクラブの方に飛んでいただきます。でパワースピポイントクラブの方に飛んでいただきますと、このポイントを貯めるっていうところですかね。毎日プロスピエース上で、デイリーミッションクリアしていると思うんですが、そのデイリーミッションを、クリアしたらそのポイントが、もらえるような形となっております。でこのポイントを使うっていうところですかね。アイテムを設定しますと、この S ランク確率 30% 契約書と S ランク自チーム契約書、この2種類、まあ、他にも特殊コーチだったりとか極意書等があるんですが、まあ、基本こっちはもう交換することなく 30% 契約書と自チーム契約書を交換すればいいというような形となっております。でこの契約書なんですが、年に1回1月1日の、午前3時かなにリセットされて、 30% ですと1年間で6個交換することができます。自チームの方ですと1年間で1個だけ交換することが可能となっております。ですので今私が、ポイントが1211あるような形ですので、この 30% 契約書、S ランク自チーム契約書、どちらも交換することができるというような形となっております。ただ今1200ポイントですと両方全部
獲得することができないような形ですので、今回のこの動画では30%を全部交換しようかなと思っております。現状6個で900ポイントで交換することが可能となっております。でこの 30% 契約書と S ランク自チーム契約書なんですが、今このタイミングで交換してもいいとは思いますし、一番目先で有効な使い方としましては2024のシリーズ1の、グランドオープンの際に、交換するのが一番いいところなのかなと思っております。ですので私は S ランク自チーム契約書の方はそのグランドオープンに向けて残しておこうかなと思っております。ですので今回のこの動画としましては S ランク確率 30% 契約書を、マックスの6個交換していこうかなと思います。交換、はい、OK。そうしますと自分のアカウントの方にプレゼントボックス送られているような形です。というような形でプロスピース戻ってきまして、こちらですね、パワースピポイントクラブで交換したアイテムですということで S ラン確率 30% 契約書、6枚来ているような形です。ラストはこの 30% 契約書全部引いて終わろうかなと思います。新年の運試しの 30% 3枚と、プロスピマーケットの 30% 1枚と、今回のパワースピポイントクラブで手に入れることができた6枚、計10枚、 S ランク確率 30% 契約書10枚、トータルで S ランク確率 300% 契約書というような形になっております。10枚のうち3枚ぐらいは S ランク出てくれたら嬉しいところですね。ですので、毎日のデイリーミッションをコツ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 しっかり行っていけば、こういうふうに、無料で S ランク契約書、手に入れることができますので、皆さんやってみてください。この動画ラスト引いていきたいと思います。あれおかしいな、おかしいぞ。 OK、 S ランクは確定。さああとは何枚出てくれるか、もう S ランク乱獲乱引きお願いします。見られるほど出てこい。さあ自チームはないので何枚出るか、10枚中何枚、1枚目、和田選手、あり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 、はい、2枚目はないし、はい、オッケー、2枚引き、うわ藤平選手微妙かな、ロドリゲス、さあもう1枚ぐらい欲しいけど、グリフィン、うえ、今永の S ちょうだいよ、はい、来ないね。ラスト10枚目、うわー、 S は2枚、まあ確率としては下振れたかなっていうような形ですね。和田選手は正直欲しいと思ってたんでありかなと思っております。ちょっと長い目で見て育てようかなと思っております。はい、ということで本日はいろいろと更新来た内容と、S ランク確率 30% 契約書10枚引きやってきました。ですので皆さんも、パワースピポイントクラブで溜まったポイント使って、契約書等交換してみてください。本日の動画が良かった、参考になったという方、高評価、チャンネル登録、ぜひともよろしくお願いします。それではまた次回の動画で会いましょう。バイバイ。